ヘビ、ヘビは、ハチューコユーロコ目ヘビア目、セルピンテスに分類される、ハチュー類の総称。トカゲとは、類縁関係にありどもにありユーロコ名を構成している。体が細長く、皮士は耐火しているのが特徴。ただし、同様の形の動物は多群にも存在。適応放産により、地上から、地中、樹上。 海洋に至るまで生活圏を広げており、南極大陸、極地を除く、全大陸に分布する、右の図。毒蛇は、熱帯、亜熱帯に多い。大きさも、最大10メートルと言われる網目キヘビや、大アナコンダから、10センチメートルほどのメクラヘビ類まで、様々な種類がある。なお、世界最大の毒蛇は、全長5メートル以上になる、キングコブラとされる。 胴と王の区別は一般に総配出口から先が落とされる。骨格を見れば胴体と王の境界はある。胴体には肋骨があるが、王にはない。俗に顎を外して獲物を飲み込むとされるが、実際には方形骨を介した顎の関節が2つあり、開口角度を大きく取ることができる。さらに下顎は左右2つの独立した骨で形成され、 人体でつながっている。上顎骨や、翼上骨も頭骨に固定されておらず、必要に応じて前後に動かすことができる。刃物の道具に向かって反り返り、これらにより獲物を加えながら、顎を動かすことにより獲物を少しずつ奥に飲み込むことができる。口実のように刃の他に牙を持つ者もいる。また口内には、ヤコブソン器官という嗅覚を司る、感覚器を持つ、 ヘビ固有の器官ではない。本家の構成種が舌を頻繁に出し入れするのは、この器官に舌に付着させた匂いの粒子を送っている他である。また一部の種では、赤外線、動物の体温を感じ取る。赤外線感知器官、ピット器官を唇にある鱗、上唇板、下唇鱗や目と鼻孔の間に持つ。時効や鼓膜は退化しているため、地面の振動を下顎で感知する。 鱗には厚さ数ナノメートルの剥がれない脂質が潤滑油として分泌されており、これは2015年12月9日付の Journal of the Royal Society Interface 誌で発表された研究論文によって明らかに言っている。ヘビの進化的起源には不明な点が多いが、ユーロコ目のうちトカゲア目の一部から進化したと考えられている。 トカゲアモクの中ではに近いとする説が最も有力だが、ヘビと同じくシシの大化した闇水トカゲアモクを姉妹群とする説もある。1億4500万年前から1億年前の白、秋前期に派生したと推測されている。ヘビの祖先がどのような生活をしていたかについては、水星だったとする説と陸星、地中星だったとする説が対立しており、決着はついていない。 水生説では、ヘビがモササウルス科やドリコサウルス科のような海性、オートカゲ類に近縁であることから、それらから派生して、海中で自在に動けるように進化したと考える。特に、約9800万年前の地層から見つかった、パキラキスがオートカゲ類の特徴を残す、祖先的なヘビであるとする研究は、水生説を強く支持している。 パキラキスは前肢を持たず後足の実を持つ蛇で、形態的な特徴から水星であったと考えられる。しかし、パキラキスが祖先的であることを疑う意見もある。水星説に対して、蛇が中耳と鼓膜を失っていることや、進化過程で一度網膜が退化したと見られること、脳頭蓋が骨で保護されること、まぶたがなく、目が透明な鱗で覆われていることなどは、 蛇の祖先が地中生活をしていたことを強く示唆する。ただし、硬い地面を掘り進んでいたとすれば生じたはずの頭蓋骨の強化、耳ミミズとカゲ類には生じているわ。蛇には見られず、地中起源だとしたら柔らかい土壌に住んでいたか、すでにある穴や割れ目を利用する反地中性だったと考えられる。化石では、甲子と椎骨を残す、ナジャシュ。 獅子を完全に失った蛇の中では最古である。頭部にトカゲの特徴、上顎の骨が頭骨に固定されているを残し地中性だったと推測されるコニオフィスが陸生であることが陸生説を指示している。獅子を失う進化、対価自体はそれほど珍しいものではなく、両生類の無足類もまさに同様の進化を経た分類群である。原世のトカゲ類においても、 足なしと影や、ひれ足と影のようにししないかほとんどないいくつかの群がある。鳥類ではモアが、前肢、翼を失い、哺乳類では、クジラやイルカの後足が退化している。死肢に関しては、現在もメクラヘビや、ニシキヘビ科など一部の原始的なヘビに、腰帯の痕跡を持つ種類がある。一部のニシキヘビには、大腿骨も残っている。なお、 形体のある種類は現存しない。移動するための死種を失ったとはいえ、蛇はその細長い体によって、地上や樹上、水中での移動を可能にし、高い適応性を示している。地上での移動方法にはいくつかの種類があり、代表的なのは以下のものである。体型に合わせて内臓も細長くなっており、二つの肺の内差肺は退化している。 原始的な蛇ほど差配が大きい傾向にある。視力は人間などに比べると弱く、現存する種にも目が退化したものは多い。ただし、立体的な活動を行う木の衛生種については、この限りではなく、視覚が発達し大型の目を持っている種もいる。蛇といえば、長い体の次に毒が連想され、実際、有毒な爬虫類の九九パーセント以上は、 ヘビが占めている。ヘビ以外には、毒と影か二種のみとされてきた。全世界に三千種類ほどいる。ヘビのうち、毒を持つものは25%に上る。威嚇もなく、噛みつく、攻撃的で危険な毒蛇もおり、不要意に近づくのは危険である。毒蛇は上顎にある二本の毒牙の根元に毒栓があり、毒液を分泌する。鎖ヘビかの種では、 牙の中は注射器のように感情で毒牙の先に毒液を出す穴がある。コブラ科では牙が感情ではなくその表面に毒液が毛細管現象で流れる溝がある種が多いが、毒牙がほぼ感情になっている種もある。したがって、この二者を明確に分けるのは、毒牙が感情か否かではなく、毒牙が折りたたみ式か否かであり、前者を感気悪い、後者を前、気悪いと呼ぶ。 中には口を開けて毒牙から毒液を噴射する黒首ブラやリンカルスのような種類もいる。両者の毒牙は牙前方中ほどに毒栓の穴が開いており、2メートルほど先の標的に正確に毒液を命中させる子ができる。鎖蛇蛇芽でものように毒液を噴射するものがいる。日本にも分布する山かがしの仲間は青大将などと同じナミヘビ科だが、 上顎の奥の牙と首筋の皮膚の2箇所から毒を分泌する。これらの仲間は無毒とされてきたが最近になって毒蛇として認識されるようになった。実際に日本で人が死亡した例もある。ナミヘビ科の有毒種は毒芽の位置からあと牙類と呼ばれる。最も強い毒を持つのはオーストラリアに生息する内陸タイパンである。その他、 非常に攻撃的なタイパンやアフリカ最強の毒蛇である、ブラックマンバ、タイガースネーク、アマガサヘビ、いくつかのウミヘビなど。頭が三角形のヘビは毒蛇と言われるが、必ずしも正しいとは言えない。確かに毒を持つ鎖ヘビ科のヘビ、ハブやマムシは頭が三角形のような形。他の鎖ヘビ科のヘビも三角形のような形である。だが、コブラ科の内陸タイパン、 ブラックマンバ等の頭は三角形というよりは、いわゆる蛇の頭形。日本に生息する猛毒を持つナミヘビ科のヤマカガシも頭は三角形ではない。また、日本の毒を持たない蛇、アオダショウやシマヘビは毒の代わりに威嚇するため、頭が三角形に広がることがある。また、無毒の蛇であっても噛まれれば、唾液に含まれる。 細菌等の影響で感染症を起こす場合がある。さらにこれらの蛇の歯は、加えたいものを逃さないよう先端が内側に向かって、曲がってる上に細いため、無理やり引き剥がすと皮膚に食い込んだまま折れてしまう危険がある。鎖蛇科に代表される出血毒は消化液、唾液が変化したもので、体の各部に皮下出血を起こし、組織を破壊されて死に至る。これは、 タンパク質が消化されたために起こる症状である。コブラ科の抗生種に主に見られる神経毒は、文字通り中枢神経を犯して、噛んだ動物を麻痺状態にし、蛇はその間に獲物を捕食する。強毒種では、出血毒と神経毒の両方の作用がある。毒蛇に噛まれた時は血清による治療を受ける必要がある。森林、草原、砂漠、 蚊は、海等の様々な環境に生息する。環境に応じて、地表生種、樹上生種、地中生種、水生種等、多様性に富む。変温動物なので、極端な、暑さ寒さの環境下では、休眠を行う。食性は、すべてが動物食で、主食はシロアリ、ミミズ、カタツムリ、カエル、ネズミ、魚類、鳥類など種類によって異なる。 大型の種類では鹿や輪に、人等を捕食することがあるが、変温動物で体温を保つ必要がないため、食事の間隔は数日から数週間ほどである。獲物を捕食するときは、噛みついてそのまま強引に加え込む、長い胴体で獲物に巻きついて締め付ける、毒蛇の場合は、毒牙から毒を注入して動けなくする等の方法がある。ホブラ類をはじめ、蛇を食べる蛇も多い。 自らも相手も体が細長いので食べやすい上栄養を多く摂取できるからだと考えられている。多くの海蛇類が穴子やうなぎ等をよく食べるのも同じ理由であると考えられている。繁殖形態は卵性、卵体性、体性の種がいる。猛蛇状化、ミミズ蛇状化とも、メクラ蛇の仲間、アボア状化、ボイレアとも、 比較的原始的なグループを含む、ヘビ上下、ゼナフィディアとも、一般的なヘビの仲間、以下のような系統樹が得られている。現在では、一般的にヘビの様子は、外見上肢がなく、ニョロニョロと動いたりトグロを巻いている様子が、気持ち悪いという印象を与えやすく、剣悪の対象になることが多い。また、毒蛇や、ニシキヘビか、 ボアカの数種に関しては場合によっては人命を奪うこともあり、疫不の対象ともなっている。反面そういった理由から、場合によっては人間に対して無害な種であっても、除されることもある。しかし、それとは逆に、ペットとして飼育されることも増えていて、色彩変化の改良品種なども作出されているほどで、ある。死死を持たない、長い体や毒を持つこと、脱皮をすることから、種と、 再生を連想させること、長い間、餌を食べなくても生きている、生命力、死死のない体型と頭部の形状が陰形を連想させることなどにり、イニシエより、生と死の象徴、法上の象徴、神の使いなどとして、各地で蛇をあがめる風習が発生した。最近でも蛇の抜け殻、脱皮した後の殻を、お金が貯まるとして財布に入れるなど風習がある。また、 漢方医学や民間療法の薬としてもよく使われる。日本でも白蛇は幸運の象徴とされ特に岩国の白蛇は有名である。また、赤城山の赤城大名人も大蛇神であり有名であると言える。民族学者の吉野裕子によれば、日本の古語では蛇のことをかがち、母、あるいはか、とうと呼んだ。また、これらを語源とする子は多く、鏡。 蛇の目、鏡餅、蛇の身イコールとグロを巻いた姿の餅、上ば身、蛇の身、オロチを刺す、カカシ、カガシ、カガチ、ホうズキの別名、ツルクサ実の三角形に近い形状から、蛇の体や頭部を連想などが、あ、神、神イコールか、蛇ミ、ミも蛇をもとにするという。ただし、カガチは、ホうズキの子も、今日の語源は、カガ、カゲミ、ミ、カカシは、 カガシが固形であり、獣の肉や毛髪を焼いて、田畑にかけ、鳥や獣に匂いを、かがして脅しとしたのが始まりであって、それぞれ、蛇とは直接の関係はないというのが、日本語学会での通説である。蛇は、古来、世界的に信仰の対象であった。各地の原始信仰では、蛇は、第一母神の象徴として、多く結びつけられた。三夜に住み、 ネズミなどの害獣を獲物とし、また脱皮を行う蛇は、豊穣と多産と永遠の生命力の象徴でもあった。また古代から中世にかけては、王を加えた蛇、ウロボロスの衣装を西洋など、各地の出土品に見ることができ、終わりがないことの概念を象徴的に表す図書としても用いられていた。ユダヤ教やキリスト教、イスラム教、アブラハムの宗教では、聖書の創世記から、 ヘビは悪魔の化身あるいは悪魔そのものとされてきた。ギリシャ神話においてもヘビは生命力の象徴である。杖に一匹のヘビ、クスシャヘビ、薬種ヘビ、ザミニツロンジシマスとされるが巻きついたモチーフはアスクレピオスの杖と呼ばれ、欧米では医療、医学を象徴し、世界保健機関のマークにもなっている。また、このモチーフは世界各国で救急車の車体に描かれていたり、 軍隊等で、軍や衛生兵などの兵科機将に用いられているとも、ある。また、杯に一匹の蛇の巻きついたモチーフは、ヒュギエアの杯と呼ばれ薬学の象徴とされる。ヘルメス、ローマ神話ではメルクリウスが持つ二匹の蛇が巻きついた杖、ケリオン、ラテン語では、カドケウスは交通などの象徴とされる。アスクレピオスの杖と、ヘルメスの杖。 ケリケイオンは別のものであるが、この二つが混同されている例も見られる。古代エジプトの歴代ファラオは、主権、王権、神聖の象徴として、蛇形地気象を王冠にいただいた。中国神話や、江戸時代の漢学であった道学では、蛇神が道祖として信仰されてきた。明治維新後の日本では、高島駅団で主祭神として信仰が残るのみ。また、 中国の香港特別行政区では、同郷寺院を通して一般に信仰され、中国本土では、中華民族人文の始祖として尊ばれている。参考の初代が、魚釣りを教え、魚毛漁町網漁や八掘、液、そして欠場や質を、発明した、邪神、一コベの不ッツその妹にして妻である女家は、泥と縄で人類を創造し、天を修復し、将校を、 発明した、邪神、一コベの女神。ふっつぎとョカは大洪水に遭い、人類は、氷炭の中に避難していた二人を残して、絶滅してしまったとも伝えられている。なお、漢字文化において古くは、無足の動物を虫と称し、代表的な動物が蛇で、その他、ヒルや、ナメクジや、ミミズやウミウシも虫に属した。そのため、足なしと呼ばれた足の不自由な人が知恵者として、 崇拝されるようになると、蛇と同一視されるようになったという解釈もある。また、インド神話においては、シェイシャ、アナンタ、バースキなどナーガと呼ばれる蛇神々が重要な役割を果たしている。宇宙の創生においては、ナーガの一つである戦闘の蛇、アナンタを信頼してまどろむビシュヌ人の夢として宇宙が創造され、宇宙の構成としては大地を支える巨亀を、 自らの王を加えた聖者神が取り囲み、世界を再生させるためには、父地海に浮かぶ、世界遺産に巻きついたバースキー神の頭と王神と魔が、引き合い、父地海を拡張することにより再生のための活力が、もたらされる。これらの蛇神の継承は中国での竜のモデルの一つとなったとも考えられている。日本においても蛇は、太古から信仰を集めていた。神として、 雨や雷を呼ぶ天候神として、また光を照り返す、ろこみや閉じることのない目が鏡を連想させることから、太陽信仰における原始的な神体症ともなった。最も著名な蛇神は、頭が八つあるという山田大蛇、山田のおろちや、三和山を神体として、大宮神社に祀られる大物主神、大物主であろう。弁祭典でも蛇は神の象徴とされる場合がある。 大宮神社や、弁祭天では、神主として、蛇が置かれていることもある。蛇の姿は、弾痕、剣、金属、鉄とも結びつけられることから男性神とされる一方、法上神、千母神の性格としては、女性と見られることも多く、衣類婚姻般の典型である、蛇女房などに、その影響を見ることができる。このほか、蛇そのものを先祖とする信仰、トーテムも見られ、 平家物語の記述として、小型恒良の祖先は、明神の化身たるオロチという伝説、尾形家における、祖神信仰があり、その話から武士たちが集まったと記される。他に、竹南方人、豊玉姫命、玉寄姫命、あちだか彦根神なども、竜蛇神である。精神分析の始祖であるジークムント・フロイトは、夢分析において、蛇を、 弾根の象徴であるとした。これに対して、カールグスタフ・ユングは、男性の夢に登場する蛇は女性であると説いた。また、ユングはフロイトが、多くのものを性に結びつけて解釈する傾向に、対しては、批判的であった。1960年代に5歳から12歳の子供を、対象として行われた、怖いと思うものを尋ねる調査では、467人の、うち、 約50%の子供が動物を挙げ、その中で最も多かった回答は、ヘビ類だった。このように、多くの人に見られるヘビ類への恐れは本能で、あるという説と、学習の結果であるという二つの説がある。本能由来説の裏付けとして、マーモセットや着マヒヒなどの観察研究によ、霊長類全般に、ヘビへの忌避行動が見られることが挙げられている。一方で、 マカクやキツネザルを対象とした学習由来説を裏付ける研究もあり、結論には至っていない。1928年に心理学者夫妻が提出した論文、成熟と感情、蛇に対する恐れによれば、2歳までの子供は長さ1.8メートルの蛇やボアコンストリクターを恐れなかったが、3歳児は警戒を見せるようになり、4歳児以上では恐怖を示したという。 アメリカ合衆国では、大きなものが侵入してきても完全と威嚇し、踏みつけられれば反撃するとしてガラガラヘビが、ドンとトレトーミー、私を踏む名の標語と共に独立自衛のシンボルとされる。これらの衣装は、ガズデンバタや海軍国籍機にも用いられる。古代エジプトの主権を示す王冠として、ファラオはヘビ形記章をいただいた。ヘビに関連することわざ。 簡陽区、熟語も多く存在する。以下、五十音順。蛇の肉や皮を食用にする地域がある。中国の広東省や厚生地湾族自治区では、毒蛇を含む蛇の料理を伝統的に食べているほか、近年は他の省でも料理を出す店が増えている。有名なのは、蛇スープであっさりした微味とタンパク質などの栄養分で、新調される。肉は他に、 唐揚げや鍋料理の具にも用いられる。鱗を取った皮も指引にして、酢や醤油で味付けして食べたり、油で揚げて食べたりする。日本にもヘビハンを炊いて食べる地域がある。沖縄ではエラブウミヘビなどを燻製にし、戻して煮込むイラブウジルという伝統料理がある。陸上自衛隊のレンジャー訓練をはじめ、陸軍における遊撃専用員を養成する訓練の多くでは、 作戦行動中に食料が尽きた場合を想定し、教育の一環として用意されている蛇を調理して食べることが。日本では日本マムシを丸ごと漬け込んだマムシ酒やハブを丸ごと漬け込んだハブ酒が作られており、薬酒と考えられている。中国では百歩蛇などが蛇酒に使用される。東南アジアなどでは競争効果を期待して、液地をグラスに注いで飲んだり、 肝に酒を注いで飲んだりする習慣も見られる。科学的根拠はない。蛇毒は血栓防止薬などとしての利用が研究されている。長野県秋山郷地区には次のような伝統的民間療法がある。蛇の皮は舐めして財布やバッグに利用される場合がある。また、シャミの原型となった沖縄、奄美地方の弦楽器参戦は、どうに ヘビの皮を張っていることでも有名である。古代エジプトのファラオは、その王冠として、ヘビ形記章をいただいた。ヘビは、足がないことから、足、金印が出ないことに引っ掛け、脱皮した皮を財布に入れておくとお金が貯まるなどの、俗説もある。英語では、スネーク、サーペント、共に、原義は、う物の胃。このヘビの刃う習性から、ヘビに類する動物を、 爬虫類、爬行動物と呼ぶようになった。英語で、爬虫類、爬行動物を意味するレプタイル、も、サーペントと同じく原理は、はうものである。漢字の、虫はヘビをかたどった字で、虫部の漢字にはヘビに限らず、はって進む、動物全般が含まれている、ヘビ以外の例、地、か、はまぐり。日本語、ヘビ、ヘビは一説に、はぶ、はも、ひもなど、 死因の共通する語彙と同型で、細長いものの底意を持つという、周辺語として、上髪などがある。二十世紀に調べられた日本語の方言では、東日本及び、九州東部、四国南部の蛇と、ヘビ、新潟県、ヘビ、長虫、丘うなぎ、長野県作地域、ヘビ、岐阜県、ヘミ、福井県、ハブ、沖縄県など、ヘビの変音で呼ぶ地域が、 最も多かった。ついで、中国地方、近畿、九州西部を中心に口縄、口縄及びその変音、口縄など、で部地域が広がっていた。他には、大虫、丘うなぎ、唐虫、豪まわり、長、長太郎、長物、縄、み、みー、山うなぎなどの呼び方がある。日本では、群馬県大田市矢部塚町にある、ジャパンスネークセンター、 財団法人日本ヘビ属学術研究所が最大の研究施設となっている。各種蛇毒の高毒素の在庫についてもここが最大の拠点となっており、外国産の毒蛇交渉や山かがし交渉による事故が生じた場合などには、しばしばここからそれらの高毒素の手配や輸送が行われ。日本ではコブラか、小倉科、腐るヘビかナミヘビかとボア科、ニ科の一部に関しては、 動物愛護法によって特定動物に指定されているため飼育には地方自治体の許可が必要になる。日本で主に流通し飼育されるのはナミヘビ科の無毒種や弱毒種、ボアカやニシキヘビ科の小型から中型種になる。ヘビはあまり活発的ではなくトグロを巻いていることも多いため全長と同等の飼育スペースはそれほど必要ではない。 一般に飼育ケージの大きさは、その個体が巻いている、トグロの直径の3倍の幅2倍の奥行きがあれば、最低限可能である。全長100から150センチメートルのナミヘビ類に、対し60から90センチメートルの、規格水槽サイズのケージでも飼育はできる。比較例としては、高長20センチメートル以下のカメ1匹に対し、同サイズのケージが必要とされる。ただし、ボアや、 ニシキヘビなどは体型の太い種が多いし、イコールタイトなトグロを負けない、動き回ることが多い体の硬いナミヘビなどについては、もう少し大型のケージが必要になる。近年は冷凍のマウスやラットが専門店等でも販売されており、それらで餌付けできる種、小型哺乳類が食生に含まれる種については飼育しやすくなったと言える。また人になれる生き物ではないが、 コーンスネークのように流通する個体が、ほぼ飼育か繁殖体であったり、種によっては生態であれば1週間に1回程度の、給時で済むことや、立体活動がそう必要でないこと、変温動物ではあるが繁殖をさせない限り、温度管理には、神経質にならなくて良い子、泣かないこと、抜け毛がないことなど、飼育をしやすい点も特筆すべきである。 しかし体型が細いためだすそうには気をつける必要がある。また神経質な種も多いため環境の変化やストレス等から拒食してしまうこともある。なお、飼育とは異なるが、日本に生息する青大将は立体的な活動が得意なこともあり、人家の屋根裏等に潜みネズミ等を捕食する。そのため人家と共に生息域を広げ近年でも場所によっては、 郊外や都市部といった環境にも生息している。青大小そのものも日本に分布するヘビの中ではおとなしく、本土最大のヘビではあるが大型化しないため飼育に適しているヘビとされる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。